はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化円卓ですね。もう山登りは諦めました、まあ、とりあえず SR の大丈夫博士図を取れればいいかなというところなんで、最後にね、強化円卓を通常通りやっていきたいと思います。デッキはテンプレデッキでやっていきます、まあ、山登りねちょいちょいやって少し立ち回りっていうのが、見えてきましたので、もう強化円卓終わっちゃうけど、まあ、そこをね、確認しながらできればヒーローエピック9回を目指してやっていきたいと思います。で、最初の2ターンはそうだね、コツがあるけどなごみちゃんの評価を上げていきましょう。最初に言ったのは本当にね、なごみちゃんの評価上げでいいと思います。いれば出ない可能性もあるから、まあ、その時は監督おったりっていうところですね。さて2周目で、2周目をねどうするかというところなんですよね。評価上げ的にはここでもいいんだけど、ラブパワーが発動してるんだよな。あの特にラブパワーも発動せず2回練習しちゃうと3周目の練習がきつくなっちゃうんで、まあ、メンタルやるっていうのはありですけど、監督評価上げるか、まあ、3人評価上げるか、まあ、こっちだな。監督評価ったらねたまに足りなくなるからね、本当にたまにだけど。で、第3周目から円卓率が始まりますので、まあ、ここからですね。で、最初ちょっとメンタルを見る。いいね。で、メンタルに人がいっぱいいるけど、ここ5人勧誘できるのか。いや、ただちょっと体力の関係上4人勧誘のここでいきましょう。で、アーサーを1番として、12番っていうような表現をしていきます。で、要はヒーローエピック出たところはちょっとメモっていかないと後の方マジで分かんなくなるんで。で、最初はね基本どこやってもエピックが開くので全然それをやっていっていいと思います。人数集めですね、いっちゃん最初は本当に人数のいるところをやって、で、あとはそうですね、今エピック上にそのエピックが3つあるからエピックは出現しないんですよ。なので5番のエピックをとりあえず開けちゃいますか。4人勧誘できるし、はい。あれ、ちょっとあれやったっけ、やってないっぽいな、そもそも。あ、やってあるか、危ねえ危ねえ、これ忘れるとかないかな。で、今2個でしょ、ここに。で、ここに1個あるんで全部で3個以上になってるともうエピックまた出ないんで、じゃあどうするかって言ったら人集めで、3人のなごみちゃんの評価を上げるか、4人勧誘するかっていうところなんですけど、まあ、やる気がね1下がるくらいだったらね全く気にしなくていいです。それだったら人4人集めた方がいいんで、ただちょっとなごみちゃんの評価も上げておきたいんで、ここは3人勧誘でいきましょう。うまくいけばラブパワーで回復できるんで、それも狙いつつ OK。 なんかやる気下がりそうだけど大丈夫か。で、レイリーの金徳か、ちょっと早えな。独身術は取っておきたいよね。他2つ失敗してもいいから独身術は取りたい。で、今ここに2マスでしょ、1回1回確認していく。で、ここに1マスあるから、まあ、また発動はしない。活動っていうかエピックの新しいのは出てこない。3人現在4人やっちゃおう。で、鏡くんは先に上がって体力を回復させよう。基本ずっと練習してたいからね。で、これも終わらせちゃって、で、今2でしょ、あ、2じゃねえ、1の1だからここでね、アーサーを出したいんだよね。守備連の方でいくか、体力はマックスだから。今ここに1個しかなくて、ここにも1個しかなくて、アーサーは左上が空いてればいいから、これで、アーサーが出てきますね。あ、9打ちか、潰してなかったわ。まあいいや。ただちょっと金徳を深
確定金得をね回収したいんで、なるべく基礎能力を上げていきたいんですよね。まあ、コツを潰すっていうのも大事だけれども、で2人かちょっと厳しくなってきた。でアーサー出現した。で2でしょ。でここが2の1なんで、まあ、エピックは開かないと。でちょっと待ってね、アーサーを開いたんで1番で、モード君はちょっともう回収は不可能だから一周置いとくか。じゃあ人だね、ここ。体力はね、なんかちょいちょい回復してくるんで、ゲッ、デイヒティ早い、本当に早い。少しミートを上げていくか、どこまで上げられるか。左できてるからね、ちょっとミート低いんだよね、初期値が。左打者で今2でしょ、ここは2の0なんで、次開きますね。次開くんだけど、対角線上は開かないんで、ここはダメ、ここもダメ。ここは大丈夫だけど1人、ここもモード君の対角線上になっていてダメ。じゃあナゴミちゃんの評価上げつつここにしますか。6番は牙ですね。人数も5人なので、まあ、イプレミちゃんのコツもあるし、で守備職人は潰そう。でさらにラブパワーからの体力回復。体力のね回復イベントが本当に重要。でフレミちゃんもちょっと進み出した。だこういう時ね、基礎能力を上げていかないといけないのがきついところですよね。と足りる足りねえ、ちょっと置いとこう。で今ここに3個あるんで、もう開かないんですよ。開かないんで、この時にガンガン進めていきましょう。というかまあオールを取っていくか、レベル2だし。そうするか、終わってないね。コツはもう多少しょうがない、もったいないところがあったとしても。ほら来たよ、待ってよ、撃て。おっと、いいね、独身室、まあ少しでもいいよ。でここもタックが来てるんですけれども、人が9人。あー、これでも3人欲しいな。鏡くんのコツもあるしな。で次ランスじゃなくてアーサーは踏みたい。ここやろう、アーサーで補充をしておきたい。広角打法 OK、 くれるコツは悪くないね。デビルも進行開始してきて、ここ何がいいの、下にしとこう、とりあえず。誰も入れてないからね、あの選択肢にいる人たちは。で9人でしょ、 OKOK、 全然大丈夫で、まだ3あって、ここ2人回収、1人。どうだろうな、モードも一緒に回収できるけど、いやアーサーやれば足りるな。1人回収、2人回収の佐伯さんのこと、いやこっち行こう。ここはもうちょっと回収に走る。ちょうど体力も回復したし、やる気は下がったけどしょうがない。でアーサーは一旦で終わる。でモード君も足りる、人が少なくなってきたけどアーサーで回収できる。で牙は無理だよ、もう牙は踏みたくないだから、基盤はちょっと一回スルーしよう。だからここはメンタルで3人回収すると。で今全部で3個なんで、エピックが開くことはないと、さっきね。でナゴミちゃんいいね、デートしましょう。これも体力回復してくれるからね。さてでエピックが今左1のここに11なんで、次は開きますね。でただこれで牙を回収しちゃうと
牙のところが開いちゃうはずなんで通常のエピックが出ちゃうと。だったら次赤原行きたいんだよな。赤原行きたいんで、ここ1人か、守備何人だっけ、2人か。じゃあちょっと守備で2人回収して、次10番を踏んで赤原を出そう。いや赤原出ねえよ。そうだ出ねえや。ちょっと待って、ここで出ちゃうんだ。でアーサーだからもう回収したから、すいませんね、ちょっと仕切り直し。ここを踏めば7番、7番誰だっけ忘れちゃったけど、7番が出るんで、よしこっちを。赤原はちょっともう一周先かな。じゃあでこれ様子を見るでしょ、先へ進めるでしょ。でプリミちゃんも進み出したから基礎能力を上げときたいでしょ。やる気が分かんないけど、やる気大丈夫かな。今1でしょ。でだからミートはもういい。総力 D にはしときたい。無理だ、守備力上げとこう。守備 D で今がだから2の1だよね。ちょっと待って、2の1だからエピックは出現しない。で人がいるところをやっていこう。回復3が取れるけど、まあちょっとここしかないな、選択肢的に。でもうどんどんちょっと回して、次の基盤を早めに回収したいね。そうすると4か、だいぶ進めるな。あれちょっと待って、終わった、左はまだ終わってないよね。で左が終わるまでに2ターンあるから、その間にガンガン進んでいこう。で今調査可能人数14人いるから、まあ、1人くらい勧誘できれば全然いいでしょう。ホーム突入とか来たけど、まあしょうがない、これは。出たよ、2回目。でやる気がないのがすげえ気になるな。大丈夫か、一応総力 D まで上げて、そうすると守備力が上げられない。 CC くらいでちょっと金徳を迎えたいといえば迎えたい。これが2でしょ、でもかいか2の1だから大丈夫大丈夫。これ2つ回収して2つとも終わらせよう。ムード、いやしょうがない、そういうのしょうがない。ムードとかにも今使ってらんないから経験点を。で今回一応最終目的はヒーローエピック9回っていうことなので、あと通常イベントの金徳を回収したいと。でここを今体力あるから強くいこう。で5人と4人で今盤面には誰もいないんで、盤面に誰もいなくてここが2なんで1、2、次開くんですよ。開くんだけど通常のエピックが開かないように注意しなきゃいけないんで、7は開けてないよね。6ちょっと、6、7、8か、ここ7のなごみちゃん開けて、赤原出したいね。じゃあ赤原出してからこっちにしよう。え、ちょっと待って、赤原右、赤原は右、あ、右埋まってないね、右埋まってないから、ここをやれば赤原が出てくる。なごみちゃんも一人回収できるんで、ちょっとこっちで行こう。これいや今2、1、6、7だよな、開けてんので、10番の赤原が開きましたと。どうだこれ、おお、いいねいいねいいね。めちゃくちゃ持ってかれるけどね、牛は構うわ。で、プレミちゃんも来たよ。おお、成功したすげえな、よし、かなり掴んでくれた。で、ちょっと練習見て、で、赤原がいます。で、10番でしょ、赤原は。さて、ここからじゃあ今エピックが2つ調査中なんで、どんどん回収していきましょう。この隙に、まあ、勧誘もしたいけどね、ただ勧誘もしたいけど回収もしていこう。少し、じゃあ金徳はもう通過したんで、
コツ潰しに走ります。窮地、意外性、代打、テスラホーム突入、ムード、守備職人、ホーム死守、プレッシャーラン、気分屋はスルー、いつも通り。本塁生還どうしようかな。敏将あんまり使いたくないんだよね。もう盗塁アシスト、独身術は取れるときに取る。スイープが重い、サインサッチも取ろう。牛若異常だよ本当に。何なのこれ。じゃあちょっと回収しますか。精神がすっごいいっぱい出てんな。逆境とか直取りしちゃっていいかな。これはもう切っちゃいますと。降格砲は普通に手に入る可能性もあるんで。クリスマス、なごみちゃんはね、はい、回復量はそこそこなんで、まあ、その代わりコツとかくれたりするんでかなりいいんですけど。で、3人か減ってきたな。ちょっと次やっぱり赤原を回収しておかないと厳しいことになる。ここが3人いけるか。今3人しかいないからな。2の1でしょ。2の1だからまだ開かないんだけど、いやこれでかいな。ただこっちを本当にね、一人も重要だからな。アベレージヒッター、これどうしようかな。体力減るんだけどな。真ん中にしよう。これは守備移動がもらえるんですよ。で2つが終わったから、あ結局体力回復したわ。初詣で体力回復できるかなっていうのを狙ったけど、あ結果オーライ。小吉以上が出ればね、ナムちゃん回復大凶だった。よかったよかった。でですよ、今ここが0なんで、0の1なんでエピックが出現しますと。で5、ここは出してないんで3人回収できるので、美味しいのでいっちゃいましょう。経験点もだいぶ溜まってきたな。こういう体力減るイベントは少しきつい。でくねちゃん開けたから5、あれ6なんで出てないんだ。あそう、ちょっと待って、6がなんで出てないんだ。あタックやったからだ。タックやったから6も一緒に来ちゃったんだ。まあ、それはしょうがないってこと。今3個あるから開かないんで、早々に下のエピック1個か2個くらいだったら間に合うんですよね。あの余計なエピック出してもちょっと普通に能力整備をします。あの4点突破はしたいんで、基礎能力を重点的に振って、でここはもうどんどんいっちゃいましょう。赤原も、調査官の人数足りるんで全然大丈夫です、ね、回復。おこれ頼むよ。危ね、ここでのサボり癖とかマジ終わるからね。でごまかそう。ごまかすと体力回復できるんで、ごまかしの人生だからな本当に。強心対応、まあ、別に強心対応になるくらいだったら全く問題ないんで。で今ここが2個の1個なんで飽きませんと。だからまた進めていきましょう。進めていきつつ、勧誘をする。2だとかいつの間にできたもん。あ次北斗高校が来ますからね。北斗高校とか全く分かんない、全くやったことないんだけど。だワンダー曰くなんだっけ、北斗の剣のキャラがいないと話にならないって言ってたんで、やるんだったら北斗ガチャを引かなきゃいけないってことですよね。でもただ北斗高校は
この先もずっとやっていく高校かって言われたらね、なんかそんな感じじゃないみたいな、かもなく不可もなくかなみたいな、ワンダーの感想だけど、野手は結局エビルで、投手はマントルとかがやっぱり安定するよみたいなことは言ってたんで、それを考えるとどうだろうなと。でここ3人勧誘しつつ、クネちゃんがいけるので、でちょっと待ってね、4ってまだ開けてないよね、ランスロット、4はランスロットだったと思う。で4も開けちゃおうじゃん。で精神のレベルが上がってしまった。で1球入魂で、クネちゃんやります。でランス開きましたと。でランスが4で、できれば今人がいっぱいいるんで下のエピックも回収したいんだよねって2でしょ。ちょっと待ってね、上1の、2個だからこれも開かない、開かないっていうかヒーローエピックは出ない。なので回収をしつつ、調査人数も増やす。ダブルタック、最初の方に怒ってくれるといいんだけど、チームメイト評価が上がるから。でプリミちゃんはアジで、コツを取れるんでまたちょっとコツつぶしをやっていきますか。ナオミちゃんはね虫歯になる可能性があるんでね、ここら辺うまくね、あぶね。でやり忘れないように真ん中と下やったから、ちょっと調査人数が厳しくなってきたかな。アベレージヒッター回収しよう。キー入魂も近取りすると重いからね。本塁生還か、競争心は取ろう。本塁生還50はねきついよ。打開も60か、スヒップ重い。牛若丸ちょっとだけ軽くなった。守備度があるから2打取っちゃおう。炎症ポイント大丈夫かこれ。一応ここで4、2人。ちょっと待って待って、今どうなってる。上下の2の2の1か、2の1だから開きませんということで、ポイント。でクネちゃん代打の神様。さてここが1でしょ。1の1だから次開くけどどうだ。6番開けてないんだよね。1番開けた、2番開けた、今3番のところ。3番は誰だっけ、あいつ岸田だ。3番岸田だからここで岸田が開くね。9人か、少し厳しいな。勧誘1人か、大量に勧誘できるところがないからな。ランスに人割いて、ランスに人割いて、ここのエピックがあと何ターン、あと3ターンか。でもそれなりにまだ長いな。よし、じゃあここはランスを、ランスじゃねえや、岸田を開けてランスを回収する。いぶし銀冷静、冷静も潰しちゃおう。でそっとしておいて、7でランス。6人か、まあ、まあまあまあ少し補給を上げておこう。 A くらいまで持ってっちゃおうか。あるし独身術はもう取ってあるからね。でさっき取ったのはちょっと代打の神様回収して、いぶしも4だから回収して、ラッキーセブンも3で回収して、冷静も回収しよう。もう守備移動が重いんじゃなくて牛若が重いんだよね。で今1でしょ。1の1なんで次ヒーローエピック、エンタックルスじゃなくてヒーローエピックが出てくるんだけれども、
また人だよな、2人で、678、8は開けてないんで、ちょっと待ってね、8ってどこ、しかも1の1の時にね、この被らないようにするのが重要なんで、ここはね4と10のはずなんで、4と10ランスと、ランスと赤原が開くところだから大丈夫、2人回収していく、行こう。印象もちょっとなんとかしたい。で、待って、一回一回もう毎ターン毎ターン確認していかなきゃいけないからね、ここは。で、裏がでしょ、で裏が、裏が8、岸田もそろそろパクりたいんだけど、岸田パクりてえけどな、勧誘2人か、ただ勧誘が1人なんだよな、今8人、悪くはないけどどうすっかな、あと1ターンで終わるよね、その真ん中エピックが。人数調達したいっていうのもあるけど、オールの2がパクれるからな、ちょっとこっち行こう、ここを満塁男、満塁男って言ったら意外にエピック踏んでればコツつかめるよね。ここなごみちゃんにしよう、なごみちゃんの評価上がるから。プレッシャーランはもう最初の方に潰すから。でここで何人咲かなきゃいけない、5人か、5人咲かなきゃいけないんだよね。で、うわ、取れない取れない、人がいないんだよ、人が。4って回収したっけ、あ、4回収したな、ランスだな。うわ、ここやりてえ。それか、岸田って5人でいける、今2、ちょっと待って待って、2でしょ、2の1だから、まあ、新しく開くことはない。岸田やるか、5人でいけるはず。裏側ちょっと取ってらんない、1回くらい失敗するのはもうしょうがないとして、5人ちょうどだな、あと3ターンのうちに真ん中の人を調達しないといけないから、裏側通過しよう。体力減るけど、ここ3人ありだな、あ、ここが、ここの方がいいわ、だったらそうだよね、1、2、3人、1、2、3、2で9でしょ、ちょっと待ってね、1の、1の1で開くんで9で、9はどこ、9ここっぽくね、3、4、5、6、7、8、9、あ、9ここだな、ってことは通常のエピックが出ちゃうわ、通常エピック出ちゃうからこっちにするか、ちょっと体力だいぶ減っちゃうけど、バーを食うか、なんか敏捷が下にやたら固まってんな、まあ、いや敏捷は必要になるから、ここで行こう。でここで、12番虹谷ですね、割と覚えてきた、どこに何番が出てくるのか。でそう、12番虹谷が出て、でその間に人を集めつつ裏側も回収しよう。もうどんどん進んでけんな、これバー食おう。なごみちゃん1回もデートしてないから、ちょっと1回デート挟まなきゃまずいんだよね。3人、今この段階で3人勧誘できるのはでかいからな。今待って待って、2でしょ、2の1だよね、2の1だから開かないんで、はい、で佐伯さん手加減はしない。さて3人か、美味しいな、いや3人はマジで美味しい。ちょっと待って待って待って、毎回ターン見るよ、申し訳ないね。2の1だから大丈夫、やろう。ここは裏がもう3レベルだしね、3レベルが全部回収できるんで、バーンをちょっと使うべきかな。
あ、これね回復できるんだよ。ほんと赤原いいよ。肩レベルが上がったな。そうだ、真ん中もちょうど空く時期だった。7人大丈夫だね。よし、 OK。 2人きつい。虹谷は通過しないと無理だ。いや無理だよ。どうする。2人、さあ左上のオール取りたいん、いやオール取ろうとするともう絶対に虹谷に通過になるか。どうしようかな、一回デートしようかな。体力的にちょっと一回ここデート挟もう。デートするとね勧誘ができないからね。なんかこういうさ通常イベントで勧誘イベントがあってくるとすげえ嬉しいんだけどね。さてちょっと見よう。3人、真ん中あと何ターンで開く。ゲイターンか。最悪真ん中1回スルーするか。4月の3周でしょ。1回スルーしよう。でその前にちょっとまた能力を揃えます。満了とこ取るってことは恐怖の満了とこ取ろう。あとコツつかんで本出世が取っちゃおう。ここら辺の1のやつ打開も取る。でスイープからちょっと先に回収する。でここも取るでしょ。守備道、いやーどうだろうな。なんか守備道のコツが出てくれてもいいけど、ここちょっと虹谷行きましょう。もう1、2、3人の5人、ヒーローエビって6人とかないよね。これはもうちょっと無理だ。なごみちゃんすげえありがたい。で虹谷を勝たす。でまああそこエピック開いちゃったけど、もうそれはしょうがないよ。あとはまあ勧誘だけど能力回収していきますか。だいぶ3が溜まってきちゃってるからね。もう真ん中は捨てる。あそこに人は咲かない。もうで内閣室だ。で切り込み隊長ゲット。もう大丈夫、これやっちゃえば OK。 でどうしようかな。ちょっと待って、また能力だな。少し S くらいまで持っていくか。 S にしたいやつを肩が返してあげてなかったね。いける、技術が足らん。これいけるか。100。じゃあここだな。敏将も何気に減ったな。牛若丸用の敏将がリベンジ。いやだって無理でしょこれ。6人とか咲きたくないもんだって。そもそもどうしようかな。左のエピックをやっちゃうか。じゃあ下がるし、ってことはこれ10個やったってこと。意外にやったな。あ、ここ勧誘だ。こういう時に勧誘って言えるとほんと助かるよね。じゃあこれ左下のエピックも回収してよくね。いけるいける。エピック失敗、5中。めちゃくちゃ下がったな。鬼ヶ原さんとか体力減りそうだな。フラガの評価下がった。別にいいよ。でこれちょっとやる。であそこ人数不足だけど、まあ揃えば大丈夫じゃねっていう。
ちょっと待ってね。あと何ターン、あと1ターンで8人勧誘で8になるんでしょ。高速チャージも切るそう。サード OK で、これもう任せちゃおう。ちょっとパワー上げますか。パワーを101、102、102まで持ってきます。パワーチャレ用なんで。クロセーラね、レベル上げたいんだけどね、ダンジョンにこもってる余裕はない。もう終わっちゃうから、また次ね、円卓強化が来た時に、その時に備えてちょっとダンジョン潜ってセーラさん回収しとこうかな。で8人勧誘でしょ。でここはさすがにやろう。でもう6月だから、あれやったら終わりでしょ多分。あのエピックももう足んないと思うから、あと練習できるだけする。バンとさよならほど。お、怪我率ゼロだ。やるか。一応バンあと1個あったよね。で、潰さなきゃいけないもの、バントってね、これバント職人もなっちゃうんだよね。バント職人まで取らなきゃいけないから、それはもうめんどくさい。さよなら男。金徳の怪物が欲しいな。いや本当に B 職人と心配なんだけど、ガチで足りるこれ。え、どうするこれ。やっとく。一応回復は通過できるのか。もうあれだからな、臨床ポイントがあるところはもうない。ちょっと一回デートしよう。ちょっと余裕を持っておきたい。で3周目と4周目はもう絶対練習しよう。でこれ一番上にすると一応チャンスコツが手に入るんで、でこれで、あ、精神余ってるって思ったら全然余ってなかったわ。あ、来てる。やろこれ。パワーヒッター、パワーヒッター最後なごみちゃんからもらって5にする。それまで置いとく。でラストやっていこう。コツは手に入らんか。ここコツが手に入るけど経験点に走るか。やっぱりで最後ね、大量にくれるんで、よし。で牛若いけなくねちょっと足んない、ちょっと足んねえよ牛若。パワー余ってるから取っておこう。でミートが若干足んないけど、でかな、やっぱり先になごみちゃんを完全に終わらせておこう。まあ、技術はねなごみちゃんがくれるんで、あとよくよく考えればさ、野手のここのチームってめちゃくちゃ強いよね。キャッチャーに赤原がいるのが本当助かる。お待たせいたしました。でもなぜかアーサー結構点取られたりするからね。でねショートが弱いんだよね確か。ショートの人がいないはず。ファーストはだって岸田でしょ。セカンドがモード。あれサードが誰になるんだ、わかんねえ。サードも空いてんのか。一般キャラかな、まあ、サード俺だけどさ今のところ。そのイベキャラなしでね、イベキャラはなしで。で、ガイアはクロセーラとかがいるからね。ご覧
キャッチャー赤原でしょ。これで少しでもちょっと経験点を稼いでいかなくては。でもちょっともうなごみちゃん終わらしちゃいます完全に。でなごみちゃんカラデートなしかな、未だにちょっと調べてないんだよね。カラデートがね起こったことはない、俺がやってる上では。そうすると7月の3週練習してっていうのは全然ありなんだよね。臨床足んなそうだから臨床だけど、足りてないのは技術。牛若丸をちょっと取ってしまおう。もうオッケー。重すぎる。なんだこれ。千丸ってそう思うとすげえ優秀だよな。ペソフなんかこっちに費やしてもいい気がするけど、ちょっとなごみちゃんね最後いけると信じてここはダブルタックを組みます。あとレイリーがね本当に試合経験定ボーナスを解放してないから、てか未だに35だからね。お待たせいたしました。バッターは若い。第9。よしよし、あれ広角打って取ったんだよね。あいつはくれたから。円卓追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で若い。第2球。左中間へのスライド、一応ヒットになって点が入ったからいいや。もう一回くらい打てるっしょ。ホームランリードで迎える6回です。ここまで2安打若い。変化球だいぶずれたな。まずは見送りました。初球ストライクから投げた。インローへ変化球外れたボール。第3球を投げた。え、ちょっと待って迷ったけどなんか持ってけた。エンタクリードで迎える8回です。ツーアウトランナー一塁という場面で打ちました。さらばだ。で最後に名古屋ちゃんとデートして体力を回復させつつ金徳を回収する。ツルでもね結構重いからね、できれば3で取りたいんだけど。頼むぞ。失敗しやがった。この野郎。でちょっと読み人を100に、これを100にしておく。臨床がやっぱ足りてないか。ダブルだけど、最後なごみちゃんも点をくれるといえば点をくれるからな。足りるとは思うんだよね。で総力はもうだから捨てる、まあ、最後まで上げ切って余ったら総力に振っていく。あと試合が3回でエピローグ経験点ももらえる。そう考えると、まあ、まだまだ伸びる余地はあるんで、どっちかっていうと鶴瓶用の技術を追加点のチャンスを迎えましたっていうのもある。牛若はとりあえず取ったから打ちました。でスイープも取ったよね。4回の裏円卓攻撃に入ります。この回のトップバッターは若い。打ちました。これはいい当たり。パワーヒッターの受け頂点取られてんだけど、ざっけんなマジで。この回の先頭バッターは若い。え、ちょっと着弾点ずれた。これがヒットになります。1点取ってくれ。せめてよしよしよし。エンタク追加点のチャンスです。ユバニカットランナー一塁三塁という。こいつは変化球。これはいい当たりだ。入った。エンタク。あと試合だけでボール200くらいは取れるはずなんで。セイラさんだったら鏡ってあと何のコツ持ってるんだ。わかんないけどやっとこう。まあいいや、臨床ポイントもらえたし。分部かあんまり好きではない。あれまだあったよね。食っとこう。でこれか。はい、たんね。100人にしとくか。パワー S いけんじゃん。あ、足んねえか。技術が足んねえ。足りるよ。
しょっけ。これ精神がちょっと余ってるね。お待たせいたしました。0対0で迎える2回です。ここはね、球速が少し遅いけど変化球をよく投げてくる。ストレートだったけどさ。エンタメリードで迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面で馬鹿い第2球完全ですか。そんなことないよね。スライダー狙っていこう。第3球を投げました。ゲー走れレイディー。よし、点が欲しいよね。点が点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面きた。宇宙間おー抑えてるね。いいね。エンタクリードで迎える8回です。今日2本のホームランを放っている若い。打ったこれは真実最強よ。エンタク よし、ここで100でしょ。でもう一回試合やってさらにタック B 賞。あーダブルタックか。ここもダブルタックか。どっちに振る。 B 賞はもういいと思うんだよね。一応ちょっともう一回確認しよう。ちょ金徳関係を喫球入魂だって技術使うっしょ。取ってなかったのか。切り込み対象も技術使うじゃん。おい高級室ってか全然抑えてねえわ。やべえ、ちょ怖くなってきた。むしろ技術が怖くなってきた。やべ、抑えてなさすぎたわ。こっちだな。これで50手に入れてなんか取れるようになった金属がなってねえし。え100試合経験点でこれ取れるでしょ。エピローグポイントでこれ取れるでしょ。あと1個だよね。高級室だ。筋力は余ってるからいけそうだな。結構ギリいけそうだな。鶴瓶が取れないかもしんねえ。やべえそもそもの経験点が足りてねえわ。筋徳1個落とすかもしんない。お待たせいたしました。5番エンタク先制のチャンスです。ツーアウトランナー1塁2塁という場面。危ない。あとここマジで落としたくない。第2球投げました。ほら打ちました。痛烈スライダー。4回の裏円卓攻撃に入ります。この回のトップバッターは若い。今日3打点を挙げています。チェンジアップ。さあ次の投球投げました。ボール。第3球を投げました。いや振り遅れたけどまあいいや。若いツーベース。もう2回待ってきてくれ。6回の裏円卓攻撃に入ります。先頭バッターこれは見逃そう。今日3打点を挙げています。そもそもボール。全力ストレートか着弾があったらフロー。投げた振ってしまった。合わなかったけど振ってしまった。円卓リードで迎える8回です。今日2本のヒットを放っている若い。よし OK。 うん無事勝ったし。で最後の経験点でどこまで伸びるか。これ100ゲットでしょ。どうかな。技術がちょっと怖いね。一応ここで20もらえて、ドラフトは1位じゃなかったマジか。まあいいや。なごみちゃんが大量にくれるからよし OK。 なごみちゃんもうちょっとレベル上げたいんだよね。で佐伯さんもちょびっとくれて、でここでもなんかしないけどもらえて、で最後にクロセイラが本当にちょっとだけくれて、で総経験点自体は14000。いいね多分最高過去最高っぽいなこれで。429か。技術ちょっと待ってね。せっかくだからパフェはもう絶対取りたい。10だからね。で
沈徳から押さえる一級入魂、切り込み隊長、高級筆だ、足りなそう、180くらいつかない、あー鶴瓶足りた、ギリ足りた、4、もう無理だ他のが取れん、総力ブーストでも取ってか、てか総力上げとくじゃん、チャンスとかも結局取れなくなっちゃったよ、怪我しにくさ、逆境取れんじゃん、逆境取ったっけ、取ってないよね、逆境取ろう、いやあぶね、マジあぶね、何かが一つのピースでも欠けてたらいかなかったね、この精神吐きたいな、いやでもさパワーヒッターだって取らないとかないでしょ、普通にそれは選択肢にないよ、総力 B にするか、なんか特能1個取るか、これか一発逆転、精神吐くんだったら一発逆転だよね、あてこれ両方2つ取れるわ、これ取ろう、精神だけやたら余ったけど、まあ、しょうがない、ちょっと待って守備力いってねえじゃんよく見たら守備力100だった、ちょっともう一回、ちょっともう一回やり直そう、だって守備力100に持ってくると30使うんだよね、101で止めておいて一級入魂、切り込み隊長、高級室だ、いや鶴瓶がやっぱ足んねえわ、鶴瓶諦めるか、じゃあ守備力102にしとこう、じゃあせっかくだから、いや盲点だったってパーヒタ取るでしょ、でそうすると精神が吐けるんだよ、要はチャンス、じゃあチャンス2にしとこう、であと精神を使っていくやつだから逆境、タイエースもだから60くらい使うからね、ラッキーボーイか、上り上司、何でももう技術使うからな、そもそもサード丸、守備力がアップするって言ってもさ、もう守備力102なんですけど、どうなのこれ、コブはだって意味ないからね、上り調子取るか、気分屋はさすがにいらない、バット丸が取れんな、怪我しにくさも取るか、でブースト、いやブーストは B でブーストって意味なさそうだからな、で一発逆転も取れるか、こんなところかな、さっきよりはちょっと精神が吐けたんでこれでいきましょう、ちょっとまた例によってお名前を決めるんで、ミート、肩であるんだっけ、肩、守備、補給、102独身術、テスト、はい SS6 か、いったな、だいぶいったね、これは1000丸とか来るともうさらに強くなるよね、てかあれ落としてるからね、鶴瓶やっぱ総経験点も当たり前だけど稼がないと、まあ、いけないというところはあるけど、かなり満足のいく出来にはなりましたね、これもあの柵山で、いやそんなにすげえ登ってはないけど柵山である程度立ち回りっていうのを覚えた結果なので、まあ、次回円卓強化が来た時が、また楽しみですね、まあ、一応こんな感じですということで、まあ、最後にちょっとじゃあ柵山の現状だけ、見て終わりたいと思います、はい、ということで現在の、投手が 308m で野手が 324m ですね、でこれもういいっすっていう感じなんで、これで
まあ、要は今回の作山の本当にポイントになるところがこのシナリオ金徳ですよね。リリーフエースボーナスが3つ取れるのと、あとはリードオフマンボーナスの、3つの金徳が取れるかどうかっていうところで 50m 違ってくるん でちなみにこれ取れてないです、両方とも。だからもし取れれば、まあ、単純計算だけど 50m50m さらに伸びるんで、まあ、結構ねそこそこいくとは思うんですけど、もうちょっとそこまでやってらんない。この3つ取るのね本当に無理なんですよ。左キラー、本塁打、現金、ドクター K、 特にね真ん中のね 70%を調節するのがちょっと俺にはまだできなくて、要はあの 80% 以上になると別の金徳になっちゃうじゃないですか。あの野手で言うと内角筆打になっちゃうんで、なんかねその2つを取るのが本当に無理で、ヒーローエピック9回はそこそこ安定してきましたね。ヒーローエピック9回安定してきたんですけど、途中のね戦力ゲージの調整がね自分は全くできない。要はヒーローエピック9回狙おうとすると戦力ゲージまで余裕が回らないっていうところが現状なので、まあこれですね。で今1700ないかな、なので、まあ、多分大丈夫だと思う。もう終わるんでそもそもこの動画が上がるのも本当にもう終わるじゃんっていう時期に上がると思いますので、まあ、一応そんな感じですね。まあ、作山は自分 SR の大丈夫博士像が取れればいいかなというところなので、これで終わりにしたいと思います。いやでも強化円卓はね理解すればするほどやっぱ楽しいね、強い本当に。なので、まあ、次回のね強化円卓を楽しみに待って、またサクセスの方やっていきたいと思います。ちなみに北斗高校が来週の月曜から来ますけれども、てかもう明日なんだけどもう見てる人にとってはもう今日なるかもしれないけど、ちょっと北斗高校わかんない、やるかどうかもわかんないです。まあそんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。